picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、ですね、さっきウェイトトレーニング、はい、ラップが、はい、で背筋をやってもらったんですけど、まあ、自宅でもやれる背筋のトレーニング方法で、まあ、森ちゃんが普段やってるやつを見せてください。はい、それ何ですか、ダンベルですか、重り掴める重り、なるほど。だったら何でも OK みたいな感じで。ああ初めていいですか。うん、なんかあれですか、ゴルフのアドレスみたいですね。そう、これだっけ、これだけ。もうちょっと肘、そうみんなが肘を背中の後ろでくっつけるイメージで上げてます。あー、なるほど。少ないですけど、後ろ今この辺に入ってくるイメージに。あー、ほんとですね、寄ってますね。そうですね、一回広げて寄ってくるっていうイメージを、まあ普段自分は背中見えないんですけど、背中のイメージしたら離れて寄ってくるっていうイメージがつけられると一番いいですね。まっすぐ引くとそれが入らないんで、外側からっていうイメージを持ってもらえるといいと思います。何回くらいやるのがいいんですか。まあ、基本的にはお家でやるんであれば、まあ、10回から15回を1セットにしてもらって、まあ、普通であればまあ 2,3 セットやってもらえれば十分かなと思います。そのダンベルとかない場合って、まあ、僕ないから聞いてるんですけど。まあ家だったら500ミリのペットボトルで、まあ、水でもいいですし、中に砂入れてもらってもいいですし、1キロでも 1.5 キロでも2キロでも、まあ、頑張れば、まあ、まあケースとかでもいける。本当ですか。ちょっと私はそこまでできる。ケースがやるとダンボールちぎれちゃうんで、ペットボトルが一番いいかな。つかみやすい、はい、イロハスタイプのやつが一番、水としては一番握っても滑れる。確かに、確かに柔らかい。ちっちゃいダンベルぐらいだったら、まあ確かに某激安のディスカウントスターみたいなところで、はい、ドンキかな。ダンベルシャフト日本付きで売ってるんで、それ考えたらね、ゴルフの練習器具とかと比べれば安いかな、持てないかな、やりやすいんで、それでもいいかなとは思いますけどね。まあ僕は水でやります。楽しいですね。あとちょっと、まあ、ガラッと変わっちゃうんですけど、ゴルフもそうなんですけど、まあ、運動した後に、まあ、リカバリーっていうんですか、ストレッチ、まあ、結構僕腰痛があって、やっぱ次の日やっぱ結構来るんですよ。まあ、やってる最中にも来るんですけど、そのストレッチ系のでなんかこう腰痛解消されるようなのがあったら、せっかくなんでちょっと教えていただきたいなと思って。腰痛い人ってと、うん、背骨があってこの両サイド、はい、だいたいこの辺が痛いとか、うん、お尻のちょっと上ぐらいが痛いっていう方が多いと思うんで、うん、はい、そうすると多分みんな自分でちょっと痛いなと思う。この辺押してもらっていいですか、自分の手で。そう、こういう感じでやりますよ。やりますね、やりますね。私も痛くなる。これなんかな、やりますね。カートのカート降りてくる人たち8割方この形になる。良くなかったなとか言いながら、なんか手足にこうやっていってるのがよくないんですけど、これマジで意味ないんですよ。痛いとこ押すと気持ちいいんですけど、それってほぐれなくて、で大体腰痛いなっていう時、ゴルフ特にその歩いたりとか足使ってるスポーツなんで、そのお尻も中殿筋っていう部分とか、その横殿って言われる筋肉っていうのをほぐしてあげるのが一番いいんで、ただちょっとゴルフ場ではなかなかできないんですけど、ゴルフ場から、まあ、ご自宅戻られた後か、まあ、あとは、まあ、そういうスペースが
大浴場の横にあったりするようなゴルフ場ももしかしたらあるかな、あるところではできるかなと思うものを1個だけご紹介しますので、本当は公式のテニスボールぐらいの硬さとサイズがいいんですけど、あーなるほど、めちゃめちゃちっちゃいカラーボールで雰囲気だけ出してもらって公式のテニスボールぐらいです、硬さと柔らかさがちょうど人がグッて押し込んだぐらいの力になるんで、うん、一番いいんですけど、ちょっと代用で代用でじゃあ座っていただいて、はい、で、あ、言わなきゃいけないな、右腰が痛いときは左側なんですよ、お、はい、逆サイドだと思ったんですけど、左腰痛いときは右側のお尻、逆の方が取りやすいです。痛くなくてもケアするんであれば両サイドやるのは全然もちろん問題ない、うん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 、で足をこの状態からスサンポーでできるだけこの先で、はい、そうするとここが伸びるイメージ、あ、めちゃ伸びイメージになるので、伸びてるところに対してこいつを入れ込んだここにどこに座ってもらって、でこの状態からちょっと体こっち側に倒します。そうすると真上にこっち、こう、そう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 。でこの状態で痛いなっていうところをでそう動かしてあげると全く見えないですけど、カラーボールだから。っていう状態でこうほぐしてあげるとすごく良いですね。あ、気持ちいい。で人にとってはめちゃくちゃ痛いです。うん、で腰の痛みがあんまりない人だと普通に気持ちいいだけになるんで、めちゃめちゃ腰痛い人はめちゃめちゃ痛いと思うんですけど、確かにこれホルエモールとかでやったら死にますよ、ね、死にます死にます、いや痛い痛い、めっちゃ痛い、多分普通に痛いよね、まあ死にはしませんけどゴルフ行きたくなくなる人は痛いと思う、いい気持ちいい、これも自分の中でちょっと痛すぎるなと思えばちょっと自分の腕でグッて、ああ、そうか、緩和させてあげた状態でやってあげたり、左足が使ってちょっと重さ、自分の体重がかかる具合を変えてもらうのがいいかなと思うんですけど、本来もう力ゼロにしてそのまま座ってもらうのが一番いいです、うん、でこれが痛くなくなってきたら大体本当に調子いいです、うん、腰も全然痛くないよって緩んでる状態になるんで、ただ大体みんな痛い、めっちゃ精神痛かった、これをケアっていうよりも本当に毎日やっていって、確かにそうっすね、そうっすね、行った時に痛くならない、なりにくいっていう状態を作れるんで、このストレッチと一緒でお風呂上がりに毎日毎回やっといてもらえるとだいぶ痛くならない回数が増えると思います。確かに常に ほぐせてる状態ってことですよね。そうですね、やっぱりその久しぶりにゴルフやるよって方って普段運動してないで急に行って一生懸命頑張って動くんで、固まった筋肉が一瞬緩んで一気に硬くなるっていう状態で痛くなっちゃうんで、まあこれだったらお風呂上がりにテレビ見ながらでも気持ちいいねとか痛いねとか言いながら、うん、やってこれは毎日できそうですね。できた、あのいい、うん、おーすごい、あすごい、これ膝開いた方が効くの、あそこ感じなんですね。こう、まあ、真横に これぐらいまで開かないと、うん、効かないですね。閉じちゃうと、はい、お尻の筋肉が緩んだ状態になっちゃうんで、お尻の筋肉を全部張らせた状態にしてあげたい。あ、本当だ。気持ちいい。そうだから、そうこれめちゃめちゃ気持ちいいと思います。おすすめです。おすすめです。おすすめです。ボールがちょっと。ちょっと違う。はい。やってみてください。そんな感じで、はい、すみません、今日はありがとうございました。いろいろ教えていただいて、とんでもないです。いつもお世話になってます。長く怪我なく続けるって意味でも大切なところだと思うんで、すごい聞けてよかったと思います。ありがとうございます。